皆さん,ごきげんよう生活保護に関するニュースでちょっとびっくりしたんですけど、えー、宮城県の石巻市で50代の女性が、えー、19年の10月に隣の家が火事になってそれに巻き込まれてしまってそこからエアコンが使えないそこからなんか転居って書いてあったからまあ引っ越したのか分かんないけど結果的に、えー、19年の10月から20年の7月までエアコンがずっと使えない状況で。 20年7月にようやくその県の方に訴えたら、県はその採決に従うっていうことであの、エアコンをようやく使えるようになったってことなんだけど、これひどすぎないかって思うよね。今の世の中でさ、日本でさ、エアコンなしで暮らせても死ねって言ってるようなもんじゃん。夏はクソ暑いしさ、冬は寒いしさ、まあ、もっと言うとさ、寒いか暑いかのどっちかだよね、今の日本でね。でこの50代の代女性が エアコンのない状態でね一回エアコンのことをさ、まあ、ケースワーカーに言ったらダメだって言われたんでしょそ,それってさあの心ないっていうかさもう死ねって言ったらなもんじゃんね生活できないじゃんそ <laughs> 鬼だよね鬼、うん、50代の女性がかわいそうとかさねなんか脱水症状とか凍え死んじゃうとか考えないのかね病気になっちゃうとか病気になったらもっとさ 通院とかなってさ生活保護費かさむじゃんって思うんだけどねちょっとこれよく分かんないよねで、まあ、50代の女性で、まあ、この人がどういう人か、まあ、全く分かんないよ、ね、怪我してる人なのか、まあ、精神疾患があるのかなんか訳ありだからま生活後なんだろうけどでさ、まあ、50代になるとさ女性であのこうやってケースワーカーに言ってもダメでしたでも実際ははエアコンはちゃんと 支給される権利があるのにダメだったから、じゃあこういう手続きをすれば、あのね、こういうところにあの出てくとこ出てけばあの、なんとかなるってさ、ちゃんと答えを知って行動できるかってさ、できないよね、きっとね、できない可能性が高いわけですよ。まあ、最終的には県庁が判断してあの、その市に対して、いや、それは間違ってるようで、まあ、解決したんだろうけどさ、もう1年かかってるわけだし、うん、本当これよくないよね。うん まあもしかしたらだけどね、会話もう成り立たないとか、もうボケちゃってるとか、もう普通のやり取りすらもう困難な人ならばさ、絶対ね、その SOS を出せないじゃん、違う期間とかに。だから、ひどいよね、なんか人出なしというか、心痛いですね、こういうのはマジで,で。本当思います。で、ケースワーカーの人ってさ、その、なんだろうね、助けるとかさ、 うん、支えるとかそういう気持ちないんだよね。うん、なんか、うん、ひどいよね。これは本当にこれを思う。でさ、別にこうなったからといってさ、その役所の方になんかペナルティとかないからさ、なんか今後は適正に行っていくで済んじゃってるけどさ、人の命とかさ、生活をなんだと思ってんだって思うけどね、こういうの本当良くないよね。NPO とか、まあ、そういう人がもっとね、バンバン訴えていくしかないし、まあ、 あと、生活保護の人同士で、まあ、知恵をね、その、出し合うとかしかないけど、でも、まあ、しつこいけど、50代の女性で、まあ、そういうことすらも困難な人もいるからねって思うと、ちょっとなんか、胸が痛いですね。まあ、結果的に、まあ、エアコンね、あの、ゲットできてよかったですねって思うんだけど、まあ、こういうね、なんか、ニュースは減ってほしいなって、もこれも本当に思います。まあ、これで終わりにします。どうもありがとうございました。